欧州議会のアントニオ・タイアーニ議長と英国のテリーザ・メイ首相。2019年2月7日に行われた両者の会談、交渉後の写真。ブレグジットに関して、英国の国会議員たちによる討議が続けられていた、英国庶民委員の議場。ウェストミンスター宮殿前で、ブレグジット関連のデモを行う英国市民ら、ブレグジットに関連して、ウェストミンスター宮殿前で、 英国は EU に残るべきだ、ブレグジット反対と主張するデモを行う、英国市民らイギリスの欧州連合離脱、通称、ブレグジットは、イギリスが欧州連合から離脱することを指す。ブレグジットは、ブリティッシュとエグジットの混成語である。2016年6月23日の国民投票の結果、投票者の51.9%が EU を、 離脱することを選択したことによる。離脱は、最有量欲をまたぐ欧州会議派によって支持されている。一方、親欧州派は、離脱を中止し、EU 加盟継続を主張している。3度も延期されたが、2020年1月31日午後11時、イギリスは、正式に EU を離脱した。さらに、離脱協定により、イギリスに EU 法が適用される。 移行期間は2020年12月31日午後11時に終了した。1973年、英国はエドワード・ヒース首相の保守党政権下において欧州共同体に加盟し、1975年の国民投票によって継続的な加盟が支持された。1970から80年代には欧州共同体からの離脱は左派によって唱えられ、 1983年の、サハ労働党の選挙においては、完全離脱が主張されてきた。しかし1980年代後半、欧州の単一市場への重要な支持者であるにも、かかわらずマーガレット・サッチャー首相が、EC に対するアンビバレントな態度を見せるようになった、ため、離脱の意見は右派にも広がった。1990年代以降になると、今度は離脱の主張が、 右派から起こるようになり、保守党内での分裂は1992年の欧州連合条約に対する反対へとつながった。2010年代初め、イギリス独立党の人気が高まり、2014年にはヨーロッパで最も成功した党となった。彼らは EU 加盟継続の是非を国民に問う国民投票の支持者であり、イギリス議会に影響力を及ぼすようになった。 これを受けて、保守党のデビッド・キャメロン首相は2015年の英国総選挙のキャンペーン中に国民投票を約束した。キャメロン首相は残留派だったが投票に敗北、辞任し、キャメロン政権下で内務長官を務めたテリーザメイが政権を引き継いだ。メイは1年も経たないうちに総選挙に打って出たものの、過半数を失い、メイ政権は北アイルランドの民主統一党によって、 支えられることになった。2017年3月29日、イギリス政府はリスボン条約第50条を履行した。英国は2019年3月29日、英国時間午後11時の EU 離脱を予定した。名首相は EU 離脱後、欧州単一市場、または EU 関税同盟の恒久的な加盟を求めないという政府の意向を表明。 欧州共同体法1972を廃止し、既存の英国国内法に組み込むことを約束した。EU との離脱交渉は2017年6月に正式に開始され、2018年10月までに離脱協定案を締結することを目指した。2018年6月、英国と EU は税関、バット欧州原子力共同体に関する合意の概要をまとめた。 共同進捗報告書発表2018年7月内閣はジェッカーズプラン英国政府による提案の概要に同意した2018年11月英国政府と EU の間で合意された離脱協定案と政治概要宣言の概要が発表された2019年1月15日会員はこの協定案を反対432 賛成202の圧倒的大差で否決した。これは英国史上最大評査による大敗北となった。3月12日、明首相は EU との再交渉の結果をまとめた協定の修正案を会員に提出するも、反対391、賛成242の大差で、否決、3月29日に差し迫る離脱期限を前に、したこの否決により、 ブレグジットの混迷はひときわなお深まった。3月13日、法的拘束力は持たないものの、合意なき離脱のディールブレグジットを拒否する同義を、賛成321、反対278で可決し、14日には、リスボン条約第50条を延期させる同義を賛成412、反対202で可決した。3月18日、 会議長ジョンバーコーは1604年の前例を引用しながら3度目の協定案の採決は許可されないという見解を示した。3月20日、欧州理事会議長ドナルド・トゥスクは名首相からの60日の期限延長の申し出に対して2度にわたって否決された協定案が議会で承認された場合のみ短い延長に応じるという英国にとって厳しい条件を突きつけた。 3月21日、ドナルド・トゥスク議長は離脱協定が議会承認されれば5月22日、されなければ4月12日まで離脱期限を延長する旨での EU 側の合意があったと発表した。これにより3月29日の英国 EU 離脱はなくなった。3月25日、会員は議会が離脱交渉の主導権を握る案を賛成329。 反対302で可決した。首相の提示した離脱案とは別の案が模索されることになったが、名首相は反発し、議会と首相の歩み寄りが焦点とみられた。3月28日、議会によって提案された8案はいずれも過半数に及ばないまま否決され、名首相は自身の協定案が採決されれば、辞任する意向を伝えた。3月29日、 最後のチャンスとされた3度目の離脱協定案の採択が行われ、反対344票、賛成286票の58票差で否決された。これにより、5月22日の離脱はなくなり、4月12日までに英国は大案を EU 側に提出する必要性に迫られることとなった。4月に入り、名首相は EU に対して、 離脱の再延期を要請し、4月10日、EU 首脳会議で最長10月末までの離脱延期が承認された。しかし、名首相は協定案の議会承認を果たせず退陣に追い込まれ、7月24日に離脱強硬派のボリス・ジョンソン前外相が公認の首相に就任した。ジョンソン首相は2019年10月末の離脱を、目指し議会の長期休会や、 解散総選挙の提案など、あらゆる方策を駆使したものの事態を打開できず、期限直前の10月28日に EU は最長2020年1月末までの離脱延期を承認した。経済学者は、ブレグジットが中長期的に英国の一人当たりの実質所得を減少させる可能性が高いとし、さらに国民投票自体が英国経済を損なったと見ている。 国民投票以降の影響に関する研究では、平均的な英国世帯のインフレ率上昇による年間404ポンド及びイギリスの GDP の2から2.5%の損失が示された。ブレグジットは欧州経済領域諸国から英国への移民を減らすと予想され、英国の高等教育及び学術研究にも課題を投げかけている。英国の離脱生産金。 およびアイルランドや他の EU 加盟国との関係は未だに不透明な状態にある。英国経済への実質的な影響はハードブレグジットになるのかソフトブレグジットになるのかによって異なるとみられている。HM 財務省による分析では英国の経済状態を改善すると予想されるブレグジットシナリオは存在しないことが判明している。 2018年11月の財務省の出版物は EU に止まった場合と比較して GDP の3.9%化を見積もった。2016年6月23日の国民投票を契機にブレグジットに関連する専門用語が新たに英国で一般的に使用されるようになった。1975年度と2016年度の国民投票の比較。 1951年、インナー6と呼ばれた欧州諸国は、パリ条約に調印し、欧州石炭鉄鋼共同体を設立した。1955年のメッシーナ会議で ECSC が成功したと考え、概念をさらに拡張することを提案。1957年、ローマ条約が欧州経済共同体と欧州原子力共同体設立へとつながった。 1967年、これらは欧州共同体として知られるようになる。イギリスは1963年と1967年に EC への加入を試みたが、申請は当時のフランス大統領、シャルル・ド・ゴールの反対によって拒否された。ド・ゴールがフランス大統領を辞任した後、再度イギリスは加盟を申請し、1972年、 保守党のエドワード・ヒース首相時に加盟条約に署名した。同年、議会は欧州共同体法1972を可決、1973年1月1日、イギリスはデンマークとアイルランドとともに EC のメンバーになった。1974年10月、総選挙で野党労働党は EC 加盟はイギリスにとって不利だとし、 加盟条件を再交渉することを公約。その後新しい条件で EC 残留の是非を問う国民投票を行うことを約束した。労働党は選挙に勝ち、1975年にイギリスは初の国民投票を行った。労働党内での分裂にもかかわらず、主要政党と主流メディアは EC への継続的な加盟を支持した。 1975年6月5日、投票者の67.2%、2つを除くすべての地方が EC 撤退を支持しないとする結果を出した。1983年、総選挙において労働党は国民投票なしで EC から撤退することを公約して選挙戦に臨んだが、大差での敗北の後、党はその方針を変更した。1985年、 サッチャー政権は国民投票なしに単一欧州議定書を批准した。1990年10月、マーガレット・サッチャー首相の強い留保の意向にも、かかわらず、閣僚からの圧力によって英国は欧州為替相場メカニズムに加わり、ポンドはドイツ・マルクに対し固定された。サッチャーは、保守党の分裂が彼女の欧州、会議主義的な傾向によって増幅される中、 翌月首相を辞任した。1992年9月、A ポンドとイリラが通貨投機の圧力を受けた後、イギリスとイタリアは ERM からの撤退を余儀なくされた。これによりイギリスは統合通貨への加入に及び腰となった。1993年11月1日、マーストリヒト条約下において、欧州共同体は欧州連合になった。これは、 組織が経済連合から政治連合へと進化したことを意味する。デンマーク、フランス、及びアイルランドはマーストリヒト条約を批准のための国民投票を実施した。しかし憲法上の慣例、特に議会主権に従ってイギリスでの批准は国民投票による承認の対象とはならず国民投票は行われなかった。イギリスの憲法史学者、 バーノン・ボグダナーは国民投票を必要とする明確な憲法上の根拠があったとした。なぜなら議員は有権者によって立法権を委任されているが彼らにはその権力を移転する権限が与えられていない。さらに条約の批准は三大政党の宣言にあったので批准に反対する有権者はその反対を表明する方法がなかった。ボグダナーにとって会員による 条約批准は合法であるかもしれないが、正当化することはできない。それは有権者の同意を必要とする。ボグダナーは同条約の批准方法は、イギリスの政治と欧州共同体との関係の両方に根本的な影響を及ぼす可能性が高いとした。この民主主義の欠陥の認識は直接、国民投票党とイギリス独立党が結成された。 5年ごとに行われる欧州議会選挙において2004年イギリスで3位2009年に2位そして2014年には1位となり総投票数の27.5%を占めた1910年の総選挙以来労働党または保守派以外の政党が全国選挙で最大の票を獲得したのは初めてのことだった2014年の欧州議会選挙での イギリス独立党の成功は2016年の国民投票における離脱キャンペーンと強い相関関係があるとされている。1977年以来、イギリスでは親 EU と反 EU の見解の両方が異なる時期に多数の支持を得てきている。1975年の国民投票ではイギリスの有権者の3分の2が EC への継続的な加盟を支持していた。2016年4月に発表された統計分析の中で、ストラスクライド大学のジョン・カーティス教授は、親欧州派が EU の権限をより大きなものにしたいと考えているのに対して欧州会議派は EU の権限を断ち切りたい、または減少させたいと願っていると定義した。デビッド・キャメロン元首相、残留派だった。 キャメロン元首相は国民投票の後に辞任した。詳細は2016ユナイテッド・キングダム・ヨーロピアン・ユニオンメンバーシップ・レファレンダム及びイギリスの欧州連合離脱是非を問う国民投票を参照。2012年当初デビッド・キャメロン首相は英国民投票の要請を拒否したが、その後将来の国民投票の可能性を示唆した。 BBC によれば、首相は、欧州連合内での英国の再交渉された立場を確保する必要性を認め、英国国民を全面的に支持するが、戦術的かつ戦略的忍耐を示す必要があると述べた。2013年1月23日、多くの議員やイギリス独立党の台頭による圧力のもと、キャメロン保守党政府は、 もし2015年5月7日の総選挙で選出されたなら2017年末までに国民投票を行う用意があると発表した。これは選挙戦での保守党の宣言にも含まれていた。結果、保守党は過半数で選挙に勝利した。その後まもなく国民投票を可能にするための欧州連合国民投票法2015が議会に提出された。 キャメロンは改革された欧州連合に残ることを指示し、以下の4つのポイントについて EU と再交渉した。非ユーロ圏諸国からの単一市場の保護、赤字の縮小、より緊密な組合からの免除 EU 移民の英国流入の制限2015年12月に行われた世論調査では EU 残留支持が過半数に達した。同時に調査はキャメロンが 非ユーロ圏加盟国のための適切な保護措置及び EU 市民のための給付制限を交渉しなかった場合、指示が低下することを示した。再交渉の結果は2016年2月に発表された。EU からの移民に関してはいくつかの制限が合意されたが、その適用前に英国は欧州委員会と欧州理事会からの許可を得なければならなかった。 2016年2月22日、会員でのスピーチでキャメロンは2016年6月23日の国民投票日を発表し、再交渉に触れた。キャメロンは離脱の直後第50条の手続きを開始する、意向と離脱交渉のため、2年間の期間を有することを述べた。離脱派英国の EU 離脱公式キャンペーングループは、リーブ、EU と争った後、ボートリーブとなった。 残留派国会議員、スチュアート・ローズが議長を務める EU 残留公式キャンペーンはヨーロッパの中での強いイギリスとして非公式にはリメインとして知られていた。名内閣で外務大臣も務めていた元ロンドン市長で離脱派のボリス・ジョンソン議員。キャンペーンでは私たちが EU を必要とする以上に EU は私たちを必要としているというフレーズが繰り返された。 また、ボートリーブを講師とする離脱派は、以下5点に代表される離脱によって受ける、英国の利益を主張した。支出削減経済的利益自由貿易テロからの、保護国民保険サービスの保護支出削減ボートリーブは、英国が EU へ支出している、公的予算の額は、週あたり、約350万ポンド、以上であり、 離脱は英国が毎週新しい国民保険サービス病院を建設する程度の金額を重要なインフラに回すことを可能にすると主張した。ウェブサイト上の声明は私たちはこの金額の半分以下しか回収できていない。さらにブリュッセルが決定し私たちがそれをどのように使うかコントロールすることはできないとした。経済的利益ボートリーブの CEO マシュエリオットは離脱コストが2020年まで2000億ポンド、または GDP の5%に相当する可能性があるとする英国産業連盟の報告を非難し、産業連盟が離脱後のシナリオを歪めたとしても、離脱後雇用と経済が成長し続けることを認めざるを得なくなるだろう。EU の資金提供を受けた産業連盟はイギリスポンドを廃止し、 ユーロに加わるように促した時と同じ恐怖を再現することを願っている。しかし彼らはその時誤っていた。そして現在なお彼らは誤り続けていると反論した。また IHS グローバルのレポートでは離脱は長期的には EU にとってもプラスの影響を与えると推測した。EU の長期経済への影響は 離脱によって加盟国の政治的プロセスがより均質なものとなれば逆説的に EU 経済はややプラスになる可能性がある。自由貿易ロンドン市長ボリス・ジョンソンは EU 離脱により英国の貿易の優位性が高まると主張した。私たちが恐れなければならないのは恐怖そのものだけだ。大きなチャンスがあると思う。自由貿易をしましょう。 私たち自身を信じましょうと彼は訴えた。離脱派は離脱が英国がヨーロッパやその他の国々と新たな貿易協定を発展させることにつながると主張する。ボートリーブは EU 加盟下において英国が自分自身の貿易取引を交渉することを許されていないとした。英国は現在カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、 アメリカなどの主要同盟国、あるいはインド、中国、ブラジルなどの重要な成長国との間で貿易協定を結んでいない。英国にとって最善の取引をする代わりに他の27カ国が合意するのを待たなければならない。さらに EU 外では英国は世界貿易機関での独立した発言権を持つだろうと同組織は付け加えた。 テロからの保護保守党法務大臣、ドミニク・ラーブは、イギリスが EU 内に残れば、テロ攻撃の危険にさらされると主張した。ラーブは、EU 内に泊まることは国に、リスクを輸入するようなものだとした上で、彼らは、ヨーロッパに戻り、ギリシャからスウェーデンまでを自由に旅することができる。これは、明らかに、パリのテロ攻撃容疑者の行動と組織化を促す、要因となった。 国境のなさが容疑者の行動をどの程度容易にしたかを正確に評価するのは時期尚早である。しかし、国境に対する国家統制を取り戻すことが英国を将来のテロ攻撃から守るための貴重な防御ツールになることは間違いないと述べた。国民保険サービスの保護元労働外務大臣デイビッド・オ援ウンは離脱により国民保険サービスの統制を取り戻し、 外部の競争から保護することが可能になると主張した。1992年以降の EU は、1975年の古いヨーロッパ共同体とは、対照的に私たちの生活の隅々にまで忍び込んでくる。今や NHS にまで侵入しつつあり、国民投票ではそれを追い出す一生に一度の機会を得ることができる。さらに、応援卿は、 今こそ EU の支配から英国を取り戻し、将来の世代のために私たちの国民保険サービスを守るべき時だ。私たちはボートリーブを承認する。国民保険サービスの現在の市場化に対する政治的見解が何であれ、その決定は将来的には英国議会と政権が取るべきであると主張した。アメリカ合衆国大統領バラク・オバマは テレグラフ市への寄稿で EU を離脱しないようイギリスの有権者に要請し、イギリスが EU を離脱のために投票するなら、イギリスはアメリカ合衆国との新たな貿易合意を結ぶために列の後ろに並ぶことになると警告した。離脱派はキャンズック諸国、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス同様、アングロスフィアの一翼としてアメリカと 有利な条件での合意ができるという青写真を描いていた。オバマの気候はこの青写真を打ち砕くものであり、英国内で激しい非難と議論が巻き起こった。イギリス全土の地域別国民投票結果、青が離脱、黄色が残留。結果は6月24日に発表された。51.89%の離脱支持48.11%の残留支持だった。 この結果により、イギリスの欧州連合からの離脱が決定した。結果は、英国選挙管理委員会の国民投票結果、サイトで見ることができる。2回目の国民投票を求める、単願書には400万を超える署名が集まったが、7月9日に政府によって拒絶された。エコノミスト、トーマ・サンプソンは、年配者と教育水準の低い有権者が、 離脱に投票した可能性が高い。また、白人有権者の大多数が離脱を望んだが、アジア人有権者の33%と、国人有権者の27%のみが離脱を選んだ。投票に精査による違いはなく、男女共に52%が離脱に投票した。離脱は特定の政治的領域を超えた指示を得た。これは、有権者が、 社会的に星寄りの政治的信念を持ち、コスモポリタニズムに反対し、EU がイギリス人の生活を改善するよりも悪化させていると考えていたことと関連していると分析を加えた。軽量経済学研究は、第一に、教育と程度はより少ないが、年齢が投票行動の最も強い人口統計学的予測因子だった。第二に、個人、または 地域レベルでの貧弱な経済は離脱への投票に関連していた。第三に市長では離脱の指示は移民への反対と強く関連しているとされるが、実際移民とは関連していないとした。結果が発表された後、キャメロン首相は10月までに辞任すると発表した。2016年7月13日、テリーザ・メイが首相に就任した。財務大臣だったジョージ・オズボーンは、 フィリップ・ハモンドに代わり、ロンドン元市長、ボリス・ジョンソンが外務・英連邦大臣に任命され、デイビッド・デイビスが欧州連合離脱大臣に就任した。労働党党首のジェレミ・コービンは国会で信頼を落とし、失われたリーダーシップへの挑戦が始まった。7月4日、イギリス独立党党首、ナイジェル・ファラージは党首からの辞任を発表した。 国民投票キャンペーンでの違反が主張されている。2018年5月11日、選挙管理委員会は、リーブ・ EU に対して、支出報告に関する調査を行い、約7万ポンドの罰金を課した。リーブ・ EU の共同創設者であるアロン・バンクスは、調査結果を否定し、政治的攻撃とした上で法廷で異議を申し立てると、述べている。 2018年7月、選挙管理委員会は離脱派が投票制限を超えて投票し、選挙法を破ったとした。また、デジタル、文化、メディア、スポーツ省は情報不足とフェイクニュースに関する中間報告を発表した。ブレグジットキャンペーンの最大の寄付者であるアロンバンクスは彼の寄付が 英国国内の資金源から来たものであり、ロシア政府からの資金提供を受けていた可能性があるという委員会に対し、フェールド・ツー・サティスファイと述べた。ドナルド・トゥスク欧州理事会議長宛てリスボン条約50条、発動所管。欧州連合からの離脱はリスボン条約第50条に準拠している。第五十条の召喚手続き下において、加盟国は欧州理事会に通知し、 EU には離脱国との間で合意交渉を締結し、EU との将来の関係の枠組みを考慮しながら離脱の取り決めを定めることが求められる。交渉期間は延長されない限り2年に限定され、その後条約の適用はされなくなる。離脱条項と第50条に基づく将来関係との並行交渉が適切なものなのか あるいは長らく加盟国であった英国が EU との間で将来の貿易交渉する権利を有するかについての議論があった。国民投票法2015では第50条の発動を明示的に要求していないが英国政府は国民投票の結果キャメロン首相は辞任し次期首相が第50条を発動することになるだろうと述べた。英国最高裁判所は 2017年1月のミラー訴訟において政府が第50条を発動させるには議会の承認を必要とするとの判決を下した。2017年2月1日、会員は首相に第50条に基づく離脱意思を通知する法案を圧倒的多数で承認し、法案は EU 離脱通知法2017英語版として立法された。3月28日、 テリーザ・メイ首相は英国 EU 大使ティム・バローによってドナルド・トゥスク欧州理事会議長に届けられる第50条発動書簡に署名した。第50条の離脱プロセスは英国政府によって一方的にキャンセルできる可能性があると主張された。しかし欧州議会のブレグジット委員会は EU の加盟国が EU を脅迫するためにそれを悪用する可能性があることから その合法性に関わらず一方的な取り消しはかなりの道徳的危険をもたらすと述べた。第50条に基づく通知の可逆性は訴訟の対象であり、スコットランドの超党派の議員と良い法律プロジェクトが欧州司法裁判所に持ち込んだ。英国政府はこれを最終的に英国最高裁判所でブロックしようとしたが、試みは成功しなかった。 2018年12月10日、欧州司法裁判所は実際に無条件かつ誠意を持って離脱をキャンセルした場合、その国は一方的に EU からの撤退を取り消すことができると判決した。しかし、英国政府はその権利を行使する意図はないと対応した。離脱交渉の両当事者は第50条により拘束される。 欧州理事会と英国の双方が2年間の期間を延長することに同意しない限り、離脱協定の発行日から、または離脱通知の2年後に EU 条約の適用中止を明確に述べている。離脱日時は、欧州連合離脱法2018第20条第1項で、2019年3月29日、イギリスのグリニッチ時間で23時、ブリュッセルの中央ヨーロッパ時間で、 2019年3月30日午前0時と定義されている。しかし、イギリス議会で離脱協定が承認されるめどが立たず、名首相は2019年3月下旬に60日間の延期を EU に要請した。これを受けて3月21日、ドナルド・トゥスク欧州理事会議長は3度目の離脱協定が議会承認されれば5月22日。 されなければ4月12日まで離脱期限を延長する旨での EU 側の行為があったと発表した。4月に入り、米首相はさらなる延期を要請し、4月10日の EU 首脳会議で最長10月31日までの離脱期限延期が承認された。米首相はなおも離脱協定の承認を得ることができず、2019年7月24日に退陣した。 後継首相となったのボリス・ジョンソン前外相は予定通り10月末の離脱を目指すと表明。しかし9月には EU との合意なき離脱を回避する法律が成立し、これによって10月19日までに会員が離脱協定を承認するか合意なき離脱を承認しない限り首相は EU に対して離脱期限を2020年1月31日まで 延期するよう要,要請することが義務付けられた。その後、EU とジョンソン政権は新たな離脱協定で合意したものの議会での承認は遅れ、議会承認期限の10月19日、離脱案採決は関連法案が成立した後に行うという同義が可決され、弁法の定める期限内に会員より承認を得られなかった。これに伴って、 ジョンソン首相は EU に対して延期を要請する書簡を送ったものの署名はせず同時に送った離脱延期は誤りだと記した書簡には署名するという抵抗を見せた。10月28日 EU 首脳会議は最長2020年1月末までの離脱延期を承認した。2019年12月12日の総選挙で オシュが対象し、翌2020年1月23日に、イギリスの欧州連合からの離脱を実施する法律が、エリザベス女王の採火を受けて成立し、イギリス側の離脱手続きは完了。1月29日、欧州議会は離脱協定案を、賛成621、反対49票で承認し、2月1日午前0時の EU 離脱が確定した。 2019年3月29日に差し迫った離脱期限にもかかわらず、強引なし離脱の可能性も排除しきれない先の見通せない状況から、英国国内では様々な動きが出ている。英国政府は強引なし離脱に備えて予測される水、食料、医療品といった一連の基本物資の不足や混乱を抑制させるための処置として、黄色いハンマー作戦を立案した。 5000人と30の部署が関与する同作戦では最悪のシナリオ下において影響を受ける可能性のある12のリスク領域を特定した。また作戦にはロンドンにある英国国防省地下の核シェルターに3500人規模の軍隊を待機させ不足の国家非常事態に対応させるというレッドフォールド作戦も含まれている。国防省は燃料、食料、 スペアパーツ、弾薬の貯蔵に約2700万ユーロを費やしたと推定されている。2019年1月からの離脱準備は国防省にとって優先度が高いと考えられておりのディール到来に備えすでにいくつかの訓練を実行した。また離脱反対派の運動も活発さを増し、A 議会ウェブサイト上でのリスボン条約第50条の 取引死を求める署名が500万人を超えた。過去2016年6月に同じように2度目の国民投票を求める署名が400万人を超える署名が集まったものの、自動ボットの関与が明るみに出て何千もの署名が削除されており、今回もその可能性があるという。3月23日、100万人を超える人々が、 反イコール離脱や二度目の国民投票を要求して、ロンドンの通りを更新した。ロンドン市長、サディックカーンは、キャンペーン名でもある、プット・イット・ e p ザ・ピープルのバナーを掲げて、デモに参加している、自分自身のビデオをツイートした。スコットランド首相、ニコラス・タージョンも参加し、集会で演説し、絶望を感じるのは簡単だが、私のメッセージは希望だと述べた。 別のデモの参加者の一人は、ツイッター上に、英国での人生の中で最大の詐欺が犯されたので、私は家族、友達と交信している。経済、国際的な評判、子供たちの仕事と、愛、旅行の権利、私がしたように27の EU 諸国を超えて自由に、生活することへの計り知れない損害と呟いた。3月20日、短期間の離脱期限延長の申し出の後、 名首相は短いスピーチを行った。その中で交渉の遅延は私にとって大きな後悔とした上で私は国民の側にいるがブレクジットのことしか話さない議員にうんざりしている今こそ議員たちの決断の時だと国会議員を非難した。この発言に対して議員たちの名首相に対する非難と反発が高まった。 首相は何ヶ月も以前から、私の離脱案か、もしくはのディールだという強硬姿勢で議会に臨んでおり、離脱プロセス全体にわたり、党派間での恩恵派の合意形成よりも、強硬派からの圧力を強く受けてきた。そして、それを通じて、議会で離脱協定の推進を主張したため、議員にしてみれば、健境不快な議会運営であり、さらにはその責任を転嫁された格好となった。 発言は、EU 側から三度目の議会承認を突きつけられる、中で、自らの議会を敵に回す要因になると見られている。国会議員首相のスピーチの後、英国議会の議員たちは激怒した国民からの死の、脅迫や襲撃、暴力にさらされていると訴えた。とりわけ親離脱派から標的とされてきた、女性議員、アンナスーブリは、緊張が高まり、身の危険を感じるため、 週末、家には帰れないという。労働党の議員ロイド・ラッセルもいるは、男からメガネをつかみ上げられ、裏切り者、と呼ばれた。労働党のダイアナ・ジョンソンも、裏切り者と球断され、銃撃して、公主刑にされろというメッセージを受け取った。これらの事態に対して、ポーラシェリフ議員は憎しみを沈めるよう、名首相に促した。さらに、会院議長ジョンバーコーは、あなた方は、 裏切り者ではありません。皆さんはそれぞれ最善を尽くしていますと述べ、議員たちを擁護した。2017年の議員への脅迫、暴行などの攻撃は142件だったが、2018年には270件に増加していた。取り消し署名立案者また、ウェブサイト上での条約撤回を求める署名を立案した70代の一般人女性の マーガレット・アンは電話でサンド氏の脅迫を受け、フェイスブックのアカウントをハッキングされた。私は、ひどいと感じました。私はそういったことにタフだと思っていたので、自分自身が腹立たしかった。それでも怖かったと彼女は語った。詳細は、ブレグジット・ネグシシャンズ参照。イギリスと EU の交渉担当者間の居住権に関する交渉は2017年6月に、 開始され、貿易協定に関する交渉は2017年10月に開始されることに合意した。会談の初日は2017年6月19日だった。英国のデビット・ディビス離脱大臣、欧州理事会議長、ドナルド・トゥスク、ブレグジット推進派は地獄へ落ちると言ったから口の発言でも知られている。第1ラウンド2016年6月28日。 ドイツのアンゲラ・メルケル首相、そして翌日、ドナルド・トゥスク欧州理事会議長は、英国が商品、資本、サービス、労働の4つの自由な移動を受け入れた場合にのみ、欧州単一市場に泊まることができると述べた。10月、英国のテリーザ・メイ首相は、英国における EU 法管轄権の終了とヨーロッパからの自由な移動は、 イギリスの優先事項であり、イギリスと EU の企業は、イギリスと欧州単一市場で最大の自由取引度を有していると強調した。2016年11月、米首相は英国と他の EU 諸国がブレグジット交渉中に取引されることとなった国外居住者の運命を守るため、英国に住む330万人の EU 市民と、 大陸に住んでいる120万人の英国市民の居住権を相互に保障することを提案した。EU 諸国からの承認にもかかわらず、名の提案は、トゥスク議長とメルケル首相によって阻まれた。2017年1月、首相は12の交渉目標を提示し、英国政府が単一市場への加盟を求めないことを確認した。欧州議会主席交渉担当者ヒー・フェルホーフスタットは、 交渉では英国によるチェリーピッキングはあり得ないとした。交渉の法定期間は英国が正式に離脱を通知する書簡を提出した2017年3月29日に始まった。書簡では英国、EU 間の深く特別な関係を求め合意に至らなかった場合には世界貿易機関の条項に基づく EU と英国間の貿易及び犯罪、 テロとの戦いでの英国の協力の弱化につながると警告した。また同時に英国における EU 市民の権利の早期の取り決めを優先することを提案し、英国は欧州単一市場内に代わって EU との自由貿易協定を求めると書かれた。それに対してメルケル首相はまず英国が EU 離脱の条件を決定しない限り EU は 将来の協力について議論しないと主張した。フェルホフスタット主席交渉担当者は、安全保障とテロリズムの観点からこの手紙を、強括と呼び、欧州委員会委員長、ジャン・クロード・ユンケルは、英国の決定はいつか後悔する選択であると述べた。2017年4月29日、フランスの大統領選挙の第1回投票直後、e u 十七カ国の首脳は、 ドナルドゥスクリー次長によって準備された交渉ガイドラインを受け入れた。このガイドラインでは、英国は最初に財政的約束と英国の EU 市民のための利益に合意し、その後将来の関係についての EU との交渉を開始するという2段階交渉で臨むという見解をとっている。第一段階では e u 十七カ国は英国に離脱性金を支払うよう要求し、 当初推定で520億ポンド、その後ドイツ、フランス、ポーランドからの追加の金融要求を経て920億ポンドとなった。2017年3月4日に発表された貴族院の報告によれば、交渉期間の終了時にのディールだった場合、英国は支払いなしで離脱することができると述べた。2017年5月22日、欧州理事会は交渉者に、 ブレグジット会談を開始することを承認し、交渉指令を採択した。会談初日は6月19日に行われ、デイビッド・デービス離脱大臣と EU のミッシェル・バルニエ、主席交渉官は居住権の問題に優先順位をつけることで同意した。2017年6月22日、メ首相は合法的に英国に居住する EU 市民が退去をしいられないことを保証した上で、 不特定の期限で5年以上イギリスに住んでいた EU 市民に対してイギリス市民と同じ権利を享受することを申し出た。これは EU 諸国に居住するイギリス人に対しても同じ権利を与えることを条件とした。6月26日、首相は提案を承実したが合意を促進することを拒否した EU 交渉担当者から情報を得なかった。 2017年5月に発表された交渉目的書によれば、欧州司法裁判所は EU 市民に関して英国での管轄権を持ち続けることを望んでいた。第2ラウンド2017年7月中旬、交渉の第2ラウンドが開始された。北アイルランドとの国境に関する交渉で進展が見られた。英国の交渉担当者は離脱生産金の詳細な内訳を要求した。 EU の交渉担当者は英国居住権の提案を批判した。デビット・ディビス離脱大臣は要求された生産金に関して実質的な支払いを約束しなかった。ミシェル・バルニエ主席交渉官は欧州司法裁判所が英国に住む EU 市民の権利を継続的に管轄権を有するよう要求し、ブレグジット後の英国と EU の裁判官で 構成された新しい国際機関の妥協案を却下した。2017年8月16日、英国政府は離脱後の英国の展望について、承述した最初の文書を公開し、貿易と関税の取り決めについて議論した。8月23日、米首相は2019年3月以降に予定されているブレグジット移行期間が終了した時点で、 英国が欧州司法裁判所の直接管轄を去ることを発表した。しかし、英国裁判所も欧州司法裁判所も、その後も互いの判決を見守っていくことになると見られている。8月に発表された英国政府の方針説明書では、英国及び EU 内で、すでに市場に出回っている商品について、追加の制限を設けないよう求めた。 第3ラウンド2017年8月28日、交渉の第3ラウンドが始まった。金融に関して意見の相違が見られた。アイルランドタイムズ紙は、イギリスの交渉担当者は加盟国と欧州、議会間で合意に至った2014年から2020年の7か年年次、財務フレームワークを法的にではなく、加盟国に対する拘束力のある金融義務、 計画ツールとして言及していたと説明した。英国は MFF が様々な見出し下で支出に上限を設定し、後に各国で実質を伴う法的義務が発生したとき、年間予算プロセスにおいて徹底的に修正されると解釈していた。これは MFF を各加盟国によって合意された株式に分割することを含めた上で、 英国の離脱生産金を計算する欧州委員会の方法とは対照的なものだった。アイルランドとの国境に関する交渉では突破口があり、英国側はアイルランドとイギリスを構成するコモントラベルエリア内での EU 市民の自由な移動を保障した。2017年9月5日、デイビス離脱大臣は離脱に関する重要な違いはあるものの、 医療サービスを利用するための EU のイギリス人、居住者の権利保護やアイルランド国境の将来などの分野で具体的な進展が夏の間になされたと述べた。一方で離脱生産金に対する意見の相違はそのまま残った。9月9日、欧州委員会はいくつかの交渉文書を公表した。その中には、ブレグジット後のアイルランド国境解決策を提案するのは、 EU の責任であると EU が認め、宣言するものも含まれていた。この文章では、ユニークな解決策がここでは許容されると予想している。言い換えれば、いわば特例的なアイルランドの解決策は、必ずしも EU と他の EU 加盟国との関係のテンプレートとはならないことを示唆している。2017年9月22日、名首相は彼女の離脱案の詳細を発表した。 2年間の移行期間にわたって200億ユーロを提供し、ヨーロッパからの移民を継続的に受け入れることに加えて、大胆な新しい安全保障関係も提案した。科学と安全保障のプロジェクトのように EU とイギリスの優位性に大きく影響すると考えられるプロジェクトへの継続的な貢献を続けるとした。彼女はまた英国が さらなる EU 統合のためのジャンクロード・ユンケル委員長の提案を邪魔することはないだろうとも述べた。ミシェル・バルニエ主席交渉官は名首相の提案を建設的だと歓迎したが、それはまた有意義な進歩を遂げるため交渉の立場に反映されなければならないと釘を刺すことを忘れなかった。同様にフランスのエマニュエル・マクロン大統領は EU 市民の帰省。 離脱の経済的条件及びアイルランドの問題が英国によって明確にされるまで EU が将来の EU と英国の関係について交渉を開始しないと断言した。4回目の会談は9月25日に始まり、米首相が提案した移行協定について議論において EU27 カ国からの支持はないとミッシェル・バルニエ首席交渉官は宣言した。 デイビス離脱大臣は英国は EU との将来の特別なパートナーシップの取引の文脈においてのみ EU 加盟国との間で交わされた約束を尊重することができると繰り返し述べた。2017年10月9日、名首相は EU、イギリス間での貿易協定が成立しなければ英国はブレグジット後に独立貿易国として活動できると英国議会に発表した。 2017年10月19.20日の欧州理事会会議で EU 加盟国の27人の指導者たちが英国との貿易交渉を開始するか否かを決定した。しかしデイビス離脱大臣は9月24日のドイツ選挙の直後であり、10月にこの決定を下すためにドイツの連立政権が間に合わず、12月の会議まで決定を遅らせるとした。 EU 側の交渉者は国民議会がブレグジットを支持する時間を残すために2018年10月までに英国と EU の間で合意に達する必要があると述べた。2018年6月10日、アイルランド首相レオバラッカーは2018年10月のブレグジット最終合意までアイルランド国境問題を延期することにより6月の交渉への道を切り開いた。 2018年6月19日、イギリスと EU は交渉担当者レベルでの合意の概要を示す共同声明を発表した。ミシェル・バルニエ主席交渉官は交渉チームの貢献と献身を称賛し、税関、付加価値税、欧州原子力共同体などの議題で進展があったと述べた。2018年7月12日、米首相は 英国と EU の将来の関係に関する白書を発表した。それは、チェッカーズ・プランとメディアで呼ばれた。2018年11月14日、内閣は会議で EU 離脱協定案を承認した。翌日、2018年7月より、離脱大臣職にあったドミニクラーブ、閣僚のエスター・マクベット数人の若手閣僚が、文書の内容に不一致があるとして辞任した。 二千十八年十二月十九日、EU 委員会は、英国が百日以内に EU を離脱することに関してのディールだった場合の特定の分野における緊急事態応計画を発表した。二千十六年十月、テリーザメイ首相は欧州共同大法百七十二を廃止し、九百七十二年の加盟、e、EU 法の下で施行されてきたすべての制定法を、 改正する大廃止法案を約束した。法案は欧州連合離脱法案2018と解明され、2017年7月13日に会員に提出された。2017年9月12日、法案は会員での2回目の表決を326票対290票の賛成多数で通過した。両院での得票の後、さらなる修正が加えられた。 2018年6月26日の法案の立法化を受けて6月29日、欧州理事会は加盟国と EU 諸機関に対してあらゆるレベルでの結果に対する準備を強化するよう呼びかけた。この法は2019年1月21日に終了する期限を定義し、交渉が離脱の取り決めと英国、EU 間での関係の将来の枠組みの両方について 合意に達することのない場合の進路を決定する。一方で、英国、EU 間における条約としての離脱協定案の将来的な批准は、現在のブレグジット交渉が完了したとき、最終的な離脱条項を承認するための別の議員立法の制定に準拠している。いずれにしても、英国がその時点で離脱協定を批准しなければ、 2019年3月29日に終了する第50条で認められる交渉のための2年間の期間は変更されない。2018年6月に法律となったこの離脱法2018ではのディールブレグジットを含む様々な結果を認めている。2017年3月政府機関によって発表された報告書は欧州連合離脱法案2018に加えて 税関、入国管理、農業などの政策分野のギャップを埋めるため、一時及び二次放棄が必要になると述べた。報告書はまた委任された立法府の役割が不明確であり、問題を引き起こす可能性があり、さらに15件もの新たな追加の離脱法案が必要とされる可能性があると述べた。 欧州原子力共同体からの撤退に関連する2017から19年の各保障措置法案は2017年10月に国会に提出され2018年1月に報告段階に入った。テリーザ・メイ首相は議会委員会での質問に答えて国民投票の結果に応じて欧州連合を離脱することが彼女の優先事項であると述べた。 影のブレグジット事務官、キアスターマーは政府は第50条発動時にも終了時にも改めて投票することは望まないとコメントした。明政権は強固に国民投票結果支持の姿勢を打ち出している。英国の国民投票から2週間の地の世論調査ではオランダ及び他のヨーロッパ諸国において欧州会議派の支持が低下したことが明らかになった。 2017年6月8日に総選挙が行われ、保守党はそれまで維持していた単独過半数を割り込んだものの、テリーザ名首相が続投することになった。保守党、労働党、ユキップは国民投票の実施を宣言した。とりわけ労働党のマニフェストは EU 移民に一方的に永住権を提供するなど、離脱交渉へのアプローチが異なっていた。 自由民主党と緑の党は2度目の国民投票で EU に残るという提案を、スコットランド国民党は離脱交渉の結果を待ってからスコットランド独立に関する国民投票を実施するという方針を示した。2015年の総選挙と比較すると、保守党は票を獲得したが、にもかかわらず下院の議席とその過半数を失った。 労働党は票と議席を大幅に伸ばし、第二党としての地位を維持した。北アイルランドの民主統一党とシンフェイン党も議席を獲得した。票を失った党は、スコットランド国民党、自由民主党、緑の党、そして特にイギリス独立党だった。2017年6月26日に、保守党と民主統一党は、 会員での重要な投票において保守党を支持することで合意に達した。この合意には北、アイルランドへの追加資金10億ポンドが含まれ、ブレグジットと国家安全保障への相互支援が強調され、ベルファスト合意へのコミットメントが表明された。国民投票の6週間後、イングランド銀行は金利を過去最低の0.25%まで引き下げることで経済への潜在的ショックを 和らげようとした。量的緩和を導入し、700億ポンドの新たな資金を生み出し、それによってポンドを喧嘩させ、商業銀行がより低い借り入れコストを引き継ぐよう奨励した。2017年の大半ではインフレ率の上昇が賃金の伸びを上回り、インフレ率は3%に上昇したが、その後の1年は賃金の圧迫として再び後退した。 2018年には賃金の上昇はインフレに追いついた。国民投票以来、絶対雇用は前例のない水準にまで継続的に上昇し、2018年初めまでの相対失業率は、記録が始まった1975年以降、最低水準にまで達した。2017年の間、英国は海外からの格好の投資先であり、 ドイツとフランスに先んじて、およそ5万人の新規雇用を創出した。国民投票以来、ボンド下落の要因は、ブロードバンドとアメリカの投資だった。2018年2月に公表された2017年度6月の公式数値は、英国への EU 移民数が2014年のレベルに、相当する年間約10万人に減速したことを示した。一方、 非友諸国からの移民は増加した。まとめると、英国への2つの流入は、2017年6月までの1年間で23万人の新規入国者の準移民をわずかに減少させる結果となったに過ぎない。国家統計局長は、ブレグジットが EU 移民原則の要因である可能性があると示唆した。しかし同時に、他に理由があるかもしれないとも付け加えた。 2018年12月4日、英国政府は、離脱条項の有効性についての、法的助言を議会に提出することを拒否し、議会を経論じているとされた。法的助言は、e、EU、英国間の国境関税に関する、北、アイルランド、アイルランド共和国地域での、いわゆる、バックストップ策の法的効力を問うものであり、北アイルランド紛争の終結へとつながった。 ベリファスト合意を含んだ。これは具体的に英国が離脱協定下において EU を離れることができるかどうかについての問いにも関連するものだった。この問い、アイルランド、北アイルランドの離脱協定議定書に同意する英国の法的、有効力、とりわけ主要な離脱協定第5条と第184条に関連するその法的効力とは何か に対して、翌日、英国政府から法的助言が発表された。議定書は、英国と EU の両当事者に拘束力を持ち、国境と関税の問題が最終的に解決されることを期待している。しかし、議定書は、交渉が明らかに決裂した場合でも存続し続ける。結論として、現在の議定書は、その後の合意なしに、 英国が合法的に関税同盟を離脱可能とするようなメカニズムを提供していない。何年経っても、たとえ当事者間の交渉が明らかな決裂に際したとしても、将来の関係協定の見込みはない。2018年12月10日、名首相は彼女の離脱協定への会員投票を延期した。会員での敗北の可能性に直面した名首相にとって、この選択は、 英国内の保守的な講演者と EU 交渉への猶予時間を与えたが、彼らはさらなる議論の深まりを拒否した。延期の決定は、ウェールズ労働党議員から不信任案という申し立ての声で迎えられた。野党労働党党首、ジェレミー・コービンは政府が混乱しているとその印象を語った。保守党議員からなるヨーロッパ研究グループの見解では提案された。 離脱協定は離脱生産金として390億ポンドもの金額を支払い、アイルランドのバックストップを受け入れるという法的契約である。それと引き換えに英国は拒否権のない移行期を確保し、国益を脅かす場合でも EU の新しい法律を受け入れ、取引の交渉を開始する機会を得るために束縛されることになる。さらに、 それらは27の EU 加盟国すべてによって合意されなければならない。2018年12月13日、2016年の国民投票当時の AEU 大使バンジャース協は EU はアイルランドのバックストップのようにすでに合意されていることを薬を飲ませるように再活性化することに賛成していると公にコメントした。 2019年1月15日、会員は、この協定案を反対432、賛成202の歴史的な大差で否決した。その後まもなく、明内閣への不信任案から EU の加盟国ではなくなった。しかし離脱協定により2020年12月31日までは、移行期間としてイギリスは EU の加盟国とみなされ、EU 法が適用され、EU が、 他の国と提携した国際約束はイギリスに適用される。移行期間はイギリスと EU が合意すれば最大2年間延長できるとなっているがそのためには2020年6月末までに合意を行うことが必要である。しかし2020年6月12日にイギリスの合部内閣府担当省は移行期間を延長しない方針を EU 側に正式に通告した。 移行期間中の交渉として EU との包括的な自由貿易協定交渉が3月2日に開始された。3月18日の交渉会合は新型コロナウイルス問題の影響で中止となり新しい日程の設定とビデオ会議による交渉が合意された。交渉は公平な競争条件の確保などの点でイギリスと EU との間に意見の相違があり、 合意が達成されない場合の EU、英国間貿易への影響を懸念する声が上がっている。2020年6月15日、ジョンソン首相は、欧州理事会のシャルル・ミシェル常任議長、欧州委員会のウルズラ・フォンデア・ライエン委員長、欧州議会のダビドマリア・サス総理議長とビデオ通話で会談した。双方は、イギリスが移行期間を延長しないと決定したこと。 移行期間は2020年12月31日に終了することを確認した。離脱協定に基づき、移行期間は2020年12月31日に終了すると続けた。その上で、双方は将来関係の協議について、過去4回の交渉ラウンドを踏まえ、新たな契機が必要との認識で一致した。ジョンソン首相はこれまで、 将来関係に関する大筋合意を目指した6月までに、妥結のめどが立たない場合は、EU との協議を打ち切る可能性も示唆していたが、これは回避されたが、双方の溝は埋まらない状況が続いている。EU 以外との通常協定については、イギリスは、米国、日本、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国を交渉の優先国と方針を明らかにしており、 米国との交渉は2020年5月5日に、日本との交渉は2020年6月9日に、オーストラリア及びニュージーランドとの交渉は2020年6月17日に開始された。また、2020年6月17日に艦隊平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定への加盟を目指す方針を改めて表明した。 英国政府資料などをもとに、ジェトロ作成した資料によれば、EU が FTA を締結している37カ国、経済圏のうち、韓国、モロッコ、スイスなど20カ国、経済圏とは妥結、署名済みであり、カナダ、エジプト、メキシコなど16カ国と協議中である。日本については、他の36カ国、経済圏とは異なり、現行の非 EUEPA を上回る。 野心的な協定を掲げ、他の継承対象国とは別格の扱いとして新規に締結交渉をしている、米豪 NZCPTPP と同じくパブコメも実施している。2020年7月21日、英紙テレグラフは政府筋の話として合意は成立しないというのが英政府の前提で、ただ EU が秋に譲歩する場合には基本合意は可能だと見ている。 と報道した。2020年8月7日、ロイター通信は、合部へ内閣府担当省は7日、ここ数週間で EU 側に明確な姿勢変化があったため、EU との自由貿易協定締結を確信していると述べた。と報道した。この報道は、さらに3日のロイター自身の報道を引用する形で、外交筋の話として、 EU は難航している AEU 離脱後交渉を進展させるために、A 政府による企業への国家補助に関して、最初から EU の規則を義務付けるのではなく、将来的な遵守を求める形に姿勢を軟化させる、意向をとも報じている。2020年9月7日、ジョンソン首相は難航する A 国と EU の将来、関係交渉について、声明を発表。 8日からのロンドンでの交渉第8ラウンド開始を念頭に EU との交渉は最終局面に入ったとコメント。2020年末までに施行するならば10月15日の欧州理事会までに協定が必要と交渉期限を示した。2020年9月9日、ロイター通信は下記のように報道した。イギリス政府は離脱協定の一部を無効化する。 法案を議会に提出した。離脱協定では北アイルランドとアイルランド間の国境を越えた自由な貿易が認められるが、北アイルランドと英国本土間を通過する物品に関しては、検問が必要になる場合があるとしている規定に対し、輸出申告の形式や他の手続きを修正することで、無効にする権限をイギリス政府に付与するものであり。 EU は英国が離脱協定の修正を試みれば英国との自由貿易協定は実現しないと警告、交渉をめぐる混迷が一段と深まった。ロイター通信が伝えた法案は英国国内市場法案語であり、これに対して EU 側が説明を求めて EU 離脱協定を実行に移すための英国、EU の合同委員会の特別会合の開催を申し入れ、 特別会合は2020年9月10日にロンドンで開催された。欧州委員会は会合後に声明を発表し、その中で欧州委のマレシュシェフ・チョビチ副委員長は英国の法案について現行案のまま採択されれば離脱協定と国際法の極めて重大な違反を構成すると厳しく批判した。同法案の北アイルランド議定書に規定する通関手続きや 国家補助に関する箇所の一部の規定が国際法や他の国内法令との不一致または不適合性に関わらず効力を有すると明記している。欧州委はこうした内容が北アイルランド議定書第5条と第10条に明白に違反するだけでなく離脱協定本文の第4条と第5条にも反すると指摘した。英国国内市情報は 離脱協定の一部を無効にする権限について、講師前に議会の承認を求めるとする修正がされ、9月29日にイギリス会員を賛成340、反対256で会員を通過した。これに対し、EU は10月1日、法的措置として離脱協定の条項に基づき、イギリスに正式通知の所管を送付し1ヶ月以内の回答を求めた。 2020年10月14日、ブルームバーグ通信は、英国政府は EU 首脳が通商合意成立に向け最後の努力する用意があると示唆する限り、ジョンソン首相が期限に設定した10月15日を過ぎても交渉を続ける見通しだと事情に詳しい関係者が明らかにした。と伝えた。最終的な期限については、双方とも10月末、 または11月初めを合意成立の現実的な期限とみなしていると交渉状況に詳しい関係者らは語った。とも伝えている。2020年10月15日 EU 理事会は声明を発表し交渉継続の意向は示しつつイギリス側の情報の必要性を強調した。これに対しボリス・ジョンソン A 首相は10月16日朝声明を発表。A EU 間の自由貿易協定不成立への備えを呼びかける一方、打ち切りは明言しなかった。この状況について2020年10月20日付、日経ビジネスは、慶応義塾大学の正治克弘教授へのインタビューとして、これはブラフ、11月上旬までに何らかの妥協が成立すると応じた。正治克弘教授は、理由として1位ギリスは、 新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けており、ノーディール離脱の影響を背負うのは、現実的でないにスコットランド独立運動の激化を招く三北アイルランド紛争の再燃を招く四、金融サービスをめぐる、同等性の付与五個人情報の保護の十分性の承認の五の理由で、イギリスは妥結をする必要があるとしている。この四と五は、イギリスの金融機関が、 EU において離脱後も十分な業務を行うために不可欠であり、これを認めるかは EU が一方的に決めることができるので、イギリスは妥協せざるを得ないと考えるとしている。2020年10月21日、ロイター通信は20日にビデオ会議方式で実施されたアトランティックフューチャーフォーラムにおける発言として、ライトハイザー米通商代表が米自由貿易協定交渉について、 近いうちに合意できるとの見方を示したと報道した。イギリス政府は10月21日午後 EU との将来関係に関する交渉を再開すると発表し、再開決定後の最初の交渉は22日から25日までロンドンで行われる。当初19日から行われる予定であったが、イギリス政府は 欧州理事会の結論は不十分と判断し EU 交渉団の受け入れを留保していたものである。21日にイギリスと EU の首席交渉官による電話協議でイギリスが交渉再開の条件の一つに位置づけていた双方の協定上部案に基づき交渉を行うことなど10項目の基本原則に合意し協議再開となった。11月9日 イギリス議会上院は、イギリス国内市情報に関し、北アイルランドの扱いで、イギリス政府に EU との離脱協定に違反する権限を与える、規定を削除する案を可決した。法案は再び会院で、審議されるが、北アイルランドの国境問題をめぐり EU との合意がまとまれば、離脱協定に反する規定自体が必要なくなるとの、見方もあり自体は流動的となっている。 11月17日、ブルームバーグ通信は、英大衆資産が情報源を明らかにせずに報じたとして、イギリスの EU 離脱後の FTA の交渉責任者を務めるデイビッド・フロスト氏は、24日にも妥結の可能性がある、着地点が見つかったとして、EU との来週初めの合意に備えるよう、ジョンソン首相に伝えたと報道した。12月8日、イギリス政府は、 アイルランドと営業を来たアイルランドの国境管理について欧州連合と合意したと発表し、これを受けて EU との離脱協定違反を可能にする法案の条項を撤回すると述べた。12月9日、ロイター通信は AA 政府関係筋が明らかにしたとして難航している英国と欧州連合の通商協議をめぐり、ジョンソン A 首相とフォンデアライエン欧州委員長は9日、 双方には依然として極めて大きな溝があるとの認識で一致。確固とした決定を13日まで持ち越すことで合意した。と伝えた。12月13日、ロイター通信は英国と欧州連合は13日、通商協議の合意期限としていたこの日以降も交渉を継続することで合意した。と伝えた。12月24日、年末に移行期間が終了する1週間前に、 なりようやく通商協定の合意は合意された。12月29日、EU 理事会は書面手続きにより協定の署名と2021年1月1日からの暫定適用に関する決定を採択した。12月30日、EU のウルズラ・フォンデアライエン欧州委員長と欧州理事会のシャルル・ミシェル常任議長はブラッセルで通商協定に署名した。協定は イギリス空軍の戦闘機でロンドンに送られ、続いてボリス・ジョンソンイギリス首相が署名した。12月30日、英国において協定の実施のため必要な立法措置として2020年欧州連合法を議会に提出した。法案は午後2時55分に庶民員を賛成521、反対73で通過。 貴族院においては午後11時34分に通過した。法案は12月31日午前0時30分に女王の承認がされ成立した。12月31日 EU は EU 官報 L444 に12月29日に行われた協定の署名に関する決定及び協定条文を掲載し、 2021年1月1日の EU 官報 L1 で暫定的適用に必要な手続きの完了して2021年1月1日から暫定適用されると公表した。協定の暫定適用は別途合意されない限り2021年2月28日までとなっていたが、通称協力協定のもとに設置された両者のパートナーシップ協議会の決定として、 暫定適用を4月30日まで延長することとなった。欧州委員会のマレーシュシェフチョビチ副委員長は2月23日の声明で延長の理由についてとか協定全文を EU の24公式言語に翻訳するための十分な時間を確保するためと説明している。また EU 理事会は2月26日欧州議会に対して通称 協力協定への同意を与えるよう要請した今回の理事会による欧州議会への同意要請は EU における通常協定の公式な承認手続きの一部であり欧州議会は要請に基づき本会議において協定の採決を行い過半数の賛成を得られれば同意が成立する議会は協定の内容を修正することはできない議会の同意と 公式言語への翻訳が完了した上で、EU 理事会が改めて最終的に協定の承認を決定することによって、ようやく EU 側の批准が終了し、正式に発行する。4月28日、欧州議会は賛成578、反対51、危険68で、通称、協力協定に同意し、4月29日、EU 理事会が、 最終的に協定の承認を決定した。4月30日、EU は EU 官報 L149 に EU 理事会の最終的な協定の承認決定は過去3年間で最低となった。国民保険サービスに登録された EU 看護師の数は2016年7月の1304人から2017年4月には46人に減少した。 長期的な影響予測監査法人 KPMG は英国内2000人の EU 労働者を対象とした2017年の調査に基づいて英国で働く約100万人の EU 市民はイギリスでの将来の生活がどうなるかわからないと見ていると推測している。キングカレッジロンドンのエコノミストジュゼッペ・ホルテとジョナサン・ポーツは2017年の論文の中で将来の移民の流れは マクロ経済他の要因によって引き起こされる一方、ブレグジットと自由な移動の終わりは、欧州経済領域から英国への移民の大幅な減少をもたらすだろうと主張した。2016年のポーツの調査は、離脱後の英国の入国管理政策の選択肢は、依然として幅広い。しかし、最も妥当な結論としては、ビジネス規制上の負担の増加がもたらされるだろう。 未熟練労働者及び熟練労働者のフローの減少、そして違法労働の増加。政策立案者にとって重要な問題は EU 加盟国に対抗することなく、統制の強化に対する国内の政治的要求に取り組む一方で、これらの悪影響を最小限に抑える方法だが、これは簡単なことではないだろうと書いた。移民政策研究所のサマービルは政策と 経済的確実性がない状態で将来の移住レベルを予測することは不可能とした上で英国は EU と非 EU 諸国から年間50万人以上の移民を受け入れ続けるだろうと推定した欧州経済領域から移民の減少は特に英国の医療部門に悪影響を及ぼす可能性があるニューヨークタイムズ氏によるとブレグジットは すでに慢性的な人員不足に苦しんでいる国民保健サービスにとってヨーロッパの他の国々から看護師、助産師及び医師を採用することをより困難かつ高コストにすることは確かだとした。直接的な影響国民投票以来、英国内での実際的な影響に関する研究によれば国民投票の結果が英国のインフレ率を1.7%ポイント押し上げた。 これは平均英国世帯の年間費用404ポンドに当たる。別の調査では2018年9月までの国民投票の経済コストはすでに GDP の2%に当たることが分かった。シンクタンク欧州改革センターによる2018年9月の分析によると損失は GDP の2.5%に上ることが示された。別の分析は 離脱国民投票が後に続く2年間の貿易額の減少を引き起こすことを指摘した。ファイナンシャルタイムズによると国民投票結果2017年12月までに英国の国民所得は0.6%から1.3%減少した。2017年8月カリフォルニア大学バークレー校のエコノミストバリー・エーチェン・グリーンはイギリスの消費マインドが冷え込み 消費者の支出が過去4年間で最低水準にまで落ち込んでおり、国民投票による将来への不確実性の悪影響が現れていると述べた。2017年11月、ヨーロッパ銀行は国民投票後12ヶ月間で英国関連の資産を3500億ユーロ削減し、2019年3月の離脱期限より前にこのトレンドが拡大するとの予想を報告した。 スタンフォード大学とノッティンガム大学のエコノミストによる分析では、ブレグジットの不確実性が企業による投資を約6%減少させ、雇用を1.5%減少させたと推定している。ケンブリッジ大学のエコノミストによる2019年の分析は国民投票の結果生じたイギリスの将来の貿易政策に関する不確実性が 離脱投票以後のイギリスの国際貿易活動を後退させたとした。また、2019年の分析は、英国の企業の国民投票後に、欧州連合へのオフショアリングを大幅に増加させたが、欧州の企業は英国への新規投資を削減させたとの結果を発表した。短期的な影響予測国民投票後。 イングランド銀行及び他の銀行による短期的なマクロ経済予測を発表した。予測では国民投票の結果は金融市場とビジネスに不確実性をもたらし消費者の信頼を低下させる可能性があるとしている。オックスフォード大学の経済学者サイモン・デン・ルイスは短期のマクロ経済予測は非常に信頼性が低いという。その一方で ルイスは離脱の影響に関する長期予測には強力な経験的根拠があると指摘する。カリフォルニア大学バークレー校の経済学者、バリー・エーチェングリーンは、エコノミストはいつ、なぜ不確実性が生じるのかを確実に予測することに、ほとんど成功していないと書き、キングス・カレッジ・ロンドンの経済学者、ジョナサン・ポーツは、短期的な経済予測は、非常に信頼できないとした。 彼は短期の経済予測と天気予報を比較し、長期の経済予測と気候予測とを比較した。長期的な影響予測経済学者の間では、離脱は中長期的に英国経済に悪影響を与えるという圧倒的な意見の一致がある。2016年に行われた経済学者への調査は、離脱が英国の一人当たりの実質所得水準を 低下させる可能性が高いことを示した。2017年の調査では、長期的に見れば、離脱は、貿易、海外直接投資、及び移民に対する、新たな障壁を生み出すことになるため、一人当たりの、英国人、所得一の10%間の範囲で英国をより、貧しくするだろうとの合意に立った。もっとも、これら予測は英国が、欧州単一市場に止まるのか、 EU と自由貿易協定を締結するのか、あるいは世界貿易機関の貿易ルールに戻るのかによっても異なる。2018年1月、英国政府の離脱分析が漏えいした。分析では、英国の経済成長は離脱シナリオにもよるものの、離脱後少なくとも15年間は2から8%の割合で成長が妨げることが予想されていた。 英国財務省を含むほとんどのエコノミストは EU 加盟は貿易に強いプラスの影響を及ぼしており離脱すれば貿易は悪化するだろうと主張している。ケンブリッジ大学のエコノミストのグループによると英国が WTO の貿易ルールに加わるハードブレグジットだった場合 EU への英国からの輸出の3分の1は関税がかからないが4分の1は 高い貿易障壁に直面し、その他の輸出は1から10%の範囲での関税リスクに直面すると予測した。2010年のデータに基づく2017年の調査では、ほとんどすべての英国の地域が他国の地域よりもシステム的に離脱に対して脆弱であることが分かった。イギリスとの長年の貿易統合により、アイルランド地域は離脱リスクにさらされるレベルが高く、 イギリスやスコットランド北部などレベルの低い他の地域もその脆弱さは同様である。一方 EU 内で最もリスクにさらされる地域は南ドイツにあるもののそのリスクレベルは通常イギリスやアイルランドの半分であり高リスクレベルの3分の1はイギリスの地域で占められている。ヨーロッパ北西部では高い離脱のリスクレベルの地域もあるが 南ヨーロッパと東ヨーロッパは少なくとも貿易に関しては離脱の影響をほとんど受けない。全体的に見れば英国は他の EU 諸国よりもはるかに離脱リスクにさらされているとした。国民投票の後財政研究所は報告書の中でイギリスが単一市場のメンバーシップを維持しなければ新しい貿易取引では違いを補うことができず。 経済成長の低下により700億ポンド失うだろうと警告した。とりわけ影響が大きい分野の一つは金融サービスであり、これは金融商品が EU のパスポートによって支えられていることによる。ここには間接的に年間7万1000人の雇用と100億ポンドの税金が含まれている。また一部銀行は英国外に事業を移転する計画を発表した。 オックスフォード大学教授ジョン・アーマーは英国が単一市場に止まるソフトブレグジットは金融サービス会社が規制上のパスポートの権利を持つことを可能とするので他のものよりもリスクの低い選択肢となるとした一方で2017年の研究は既存の文献を使用した成長と賃金への影響の経験的な推定に基づいて 離脱は一人当たり GDP と定義のサービスの賃金にわずかにプラスの影響を与えると主張した。貿易と外国投資の変化が入国管理とどのように相互作用するかは不透明だが、これらの変化は重要な意味を持つ可能性がある。イングランド銀行元総裁、マービン・キングは EU を離脱に関する。 経済的な警告は誇張されており、英国はより多くの機会を得るために単一市場と関税同盟を離れるべきであると述べた。金融部門カリフォルニア大学バークレー校の経済学者バリー・エチェングリーンによると、ロンドンの国際金融センターとしての将来は、英国が英国の銀行に対するパスポートの権利を欧州連合から取得できるかどうかにかかっている。 英国にある銀行がパスポートの権利を取得できない場合、彼らは EU 内の金融センターに移転するという強いインセンティブがあるとした。2020年に離脱協定を結んだがイギリスはパスポートの権利を得ることはできず個別の事案が EU のルールと同等であると判断された場合にのみ市場にアクセスできることになった。 イギリスの金融機関は人員と資産をイギリスから EU 移動させた。欧州医薬品庁、欧州銀行監督局離脱は現在ロンドンを拠点としている欧州医薬品庁及び欧州銀行監督局のオフィスとスタッフの移転を要求している。これらの機関は合わせて1000人以上の従業員を雇用し、それぞれアムステルダムとパリに移転する予定である。 また EU はユーロ建て取引の生産をユーロ圏の管轄区域に制限することを検討しており、これがロンドンのこの分野における優位性を終わらせることになる。エクセター大学とチャタムハウスの研究者による2017年の調査によれば英国が欧州のエネルギー市場に統合されることには様々な利点がある。研究は英国がより統合される 欧州の電力市場の経済的利益を享受したいのであれば、欧州の法律は現在規則されており、EU レベルでまとめられた法律や規制を受け入れることにより、実地を放棄する必要があるだけでなく、その意思決定プロセスで発言権の多くを失い、事実上規制を作る側ではなく、規制を受ける側に回ることになると述べた。イギリスの漁船、EU 漁船団は、 年間約600万トンの魚を水揚げし、そのうち約300万トンは英国の周辺水域からのものとなっている。このうち英国は75万トンに過ぎない。この割合は1964年のロンドン漁業、条約及び EU の共同漁業政策によって決定されている。英国政府は二千十七年七月、二千十九年九百六十四年からの これら監修を終了すると発表した。英国の水域へのアクセスの喪失は特にアイルランドの漁業に影響を及ぼす。そこでの漁獲量は全体の3分の1にも上る。バーヘニンエン大学研究者の分析によれば離脱によって英国は海産物の大部分の輸入を余儀なくされるため消費者価格を上げることになる。英国の漁師はより多くの魚を取ることができるが、 水揚げする魚の価格は下落する。その結果、英国と EU の消費者と漁業の双方が負け、負け状態となることが判明した。2018年の調査によれば、ブレグジットはヨーロッパの漁業管理の安定に大きな課題を投げかけている。これまで近隣の EU 加盟国はイギリス周辺の海の生物資源の恵みを共有してきた。英国の排他的経済水域は 長年の関係を切断し、共有魚種資源の回復と将来の持続可能性を危険にさらす可能性があるとした。オックスフォード大学名誉教授兼、メイヒューによる2016年の調査によれば、ブレグジットは高等教育に対して次のような脅威をもたらす。EU の財源からの研究資金の創出。 他の EU 諸国からの学生の創出、EU 諸国からの学術スタッフ採用への影響、及び英国の学生の海外留学への影響を英国の大学は支出よりも10%強多くの研究資金を EU から享受している。大学を含む EU からの順受益者への資金は2016年8月に英国政府によって保障されることになった。資金調達発表前、 新聞の調査は、資金調達の不確実性のため、研究プロジェクトが、イギリスの研究者を含めることに、消極的になっていると報告した。現在、イギリスは EU の研究組織の一部であり、イギリスはそのメンバーに残りたいと思う可能性もある。スコットランドのニコラス・ター・ジョン首相。イギリスが EU から独立したいのと、同様、スコットランドが UK から独立したい。 という欲求はくすぶり続けている。2016年6月の国民投票では、英国全体で離脱票が52%で多数派だったのに対し、スコットランドでは62%が残留を支持していた。スコットランド多数派の残留支持とイングランドの離脱支持は民意として相対するものとなった。国民投票の結果を踏まえ、 スコットランドのニコラス・タージョン自治政府首相は、スコットランドの未来は EU の一部となることだと発言し、英国からの独立を改めて目指す可能性を示唆した。スタージョンは、スコットランドは62%が EU 残留に投票した。明確かつ断固とした答えだと語った。スコットランド人の多数派にとっては、彼らにとって傲慢に移るイングランド人に振り回され、 自らの意にそぐわない欧州離脱を強要されるなら、離脱を機に英国という国家体制から独立し、独立国として EU に加盟、そのメリットを享受しつつ、国家運営をした方が得策だとされる。2017年3月、スコットランド国民党とニコラスター・ジョン首相は、2018年、または2019年の、スコットランド独立国民投票を要求した。 英国首相は要求された時期を直ちに帰却したが国民投票自体は否定しなかった。2017年3月28日国民投票はスコットランド議会によって承認された。スタージョン首相は独立したスコットランドの EU への段階的期間を求めた。離脱決定の後スコットランド首相は スコットランドが EU 離脱のために必要な法案に対する同意を拒否するかもしれないと示唆したが、スコットランドは英国の離脱を阻止できないと主張する弁護士もいる。国民投票直後、ドイツ議会は離脱の EU への影響、特にドイツの経済、政治情勢への影響についての分析を発表した。分析によると、英国はアメリカとフランスに次いで、 ドイツ製品の3番目に重要な輸出市場である。ドイツ全体では年間約1200億ユーロ相当の商品を呼び、サービスをイギリスに輸出し、これはドイツの輸出額の約8%に当たる。ドイツはイギリスとの間での貿易黒字を363億ユーロ相当としている。ハード、ブレグジットとなる場合。 ドイツからの輸出は WTO の関税対象となる。平均関税は2.4%だが、例えば自動車関税は9.7%なので、自動車貿易は特に影響を受ける。これはイギリスに生産工場を持つドイツの自動車メーカーにも影響を与えることとなる。ドイツでは75万人の雇用が英国への輸出に依存しているのに対し、英国では 約300万人の雇用が EU への輸出に依存している。しかし、この調査は離脱の経済的影響に関する予測は重大な不確実性を伴うことを強調している。離脱によって EU は連合内で2番目に大きな経済、3番目に多い人口、そして世界の金融資本を失うことになる。さらに英国は EU 予算に2番目に 大きな貢献をしている従って予算がそれに応じて削減されない限り英国の撤退は残りの国に対する追加の財政負担をもたらすことになる。例えばドイツは2019年にはさらに45億ユーロを追加で支払わなければならず。これは将来も続く。英国は EU 加盟国のみが参加できる欧州投資銀行の株主ではなくなる。 英国の持ち分は 16%392 億ユーロに上り、英国は EU の条約の変更がない限り、投資銀行からも撤退の見込みである。分析によると、比較的経済的にリベラルな英国の離脱は、残りの経済的リベラルな国々が欧州連合理事会の措置を阻止する能力を低下させることを示している。リスボン条約では、 表議会の決定は資格のある多数決投票によって行われる。英国は欧州連合の人口の少なくとも35%を代表し他の北部 EU 同盟国と同盟しており政策投票においてブロック少数派を持っていた。イギリスの欧州連合からの離脱はこのブロック少数派が他国からの支援なしでは集結できなくなることを意味しより保護主義的な EU 諸国が 特定提案を承認することを可能にすると推測される。英国の欧州人民党グループは第50条の期限までに欧州議会に参加する権利を保たれることを期待している。しかし、グループを主要な委員会のポジションから除外することについての議論が起きた。EU は次回の欧州議会選挙が2019年5月開催に当たり、 欧州議会の議席の修正配分を決定する必要に迫られる。2017年4月、ヨーロッパの議員グループが空席についてどうすべきかを話し合った。フランスのエマニュエル・マクロン大統領により支持されたのは73議席を全ヨーロッパの選挙区別リストに置き換える案だった。他の選択肢にはイギリスの議席を削除すること、さらに不平等を減らすために、 他の国々から既存の座席の一部、または全てを割り当てるなどがあった。世界には168の非 EU 諸国にまたがる約759の国際協定があり、離脱に伴いイギリスは EU の一部ではなくなる。離脱が特に国境を超える個人に関する EU のデータベースを必要とするテロ対策においてセキュリティ問題を引き起こす可能性が懸念されている。 セキュリティの専門家はテロ計画阻止のため EU との情報共有データベースを信頼してきた。英国の指導者たちはデータベースへのアクセスを維持への指示を表明しているが EU の非加盟国として取得することは難しくなる可能性がある。離脱はまた身柄引き渡し要求を複雑にするとみられている。ハードブレグジットだった場合イギリスは EU の旅客機登場記録 車両登録、指紋と DNA プロフィールといったデータベースへのアクセスを失う。2018年12月、欧州人民党グループは離脱後、EU と英国が緊密な安全保障パートナーシップ締結を要求する提案を承認した。離脱後のイギリスと他の EU 加盟国との関係は複数の選択肢がある。二千十三年七月に英国議会に提出された。 調査報告書は、加盟に代わって EU 市場へのアクセスを継続するいくつかの代替案を提案した。これらには、スイスモデルのような二国間協定の交渉、WTO オプションに基づくノーディールな離脱、あるいは欧州経済領域に止まることも含まれている。英国の EU 離脱時から関係が成立するまでの間に一時的な取り決めをする可能性もある。 アイルランド島のアイルランドと北アイルランドの国境が税関と出入国管理を伴うハードな国境になるか、そしてこれが北アイルランド問題に平和をもたらしたグッドフライデー合意に影響を与える可能性があるのかどうかについての懸念が生じた。これを未然に防ぐため EU は離脱協定案の中で国境検問所の必要性を未然に防ぐため北アイルランドを EU 規則の下に置くことになるバックストップ協定を提案した。英国政府は提案を承認したが、EU 規則を北アイルランドで適用することは、英国の国家としての統一性に対する脅威としても捉えられる。同時に、英国全体が EU 規則や関税同盟に無期限に従うことは望んでいない。2018年10月下旬、国家監査局は、 ノーディールブレグジットだった場合に必要なアイルランド国境警備検査を準備するにはすでに遅すぎると警告した。2020年末までは移行期間なのでイギリスとアイルランドは同じ関税同盟と単一市場であった。コモントラベルエリア内にいるすべての EU 市民には移動の自由があり国境には税関や出入国管理が存在しない。2005年以来国境は 本質的に見えなくなっている。移行期間が終了すると、北アイルランドとアイルランド間に、商品のなどを伴う EU と非 e u の国境が復活するため、税関インフラストラクチャーのある厳しい国境であるハードボーダーが復活することになる。この問題を EU とイギリスの双方が、これを避けるべきだと同意した。2019年2月18日、 アイルランドの上院議員マーク、ディリート2人のユネスコ議長によって発表された研究はハードボーダーの復活が暴力の復活をもたらすことを示した。2020年12月、イギリスは EU 取り脱協定を合意。その協定には北アイルランドは引き続き EU の単一市場に残留するバックストップ協定が盛り込まれていた。2021年1月1日、 ハードボーダは復活せずに事実上の国境はアイルランド島とグレートブリテン島を隔てるアイリッシュ海に敷かれた。ただし小包みの郵便などは猶予期間がある。英国の飛び地領土ジブラルタルは欧州連合の共通関税エリア、共通商取引エリアの範囲外であるため、ジブラルタルとスペインの国境との間に税関が設けられている。それにもかかわらず、 英国の離脱完了まで、領土は欧州連合内に残ることになる。ブレグジット国民投票に至るまでのキャンペーン中、ジブラルタル州首相は、離脱がジブラルタルの安全性に脅威をもたらしかねないと警告した。ジブラルタルは圧倒的に EU 残留を支持した。その結果、スペインの外相は、スペインとイギリスとでの共同半島統制を要求した。だが、 この呼びかけは、ジブラルタルの州首相によって強く拒絶され、ジブラルタルとスペインの国境における自由な交通の将来について疑問符を投げかけた。英国政府は国民の同意を得て、ジブラルタルの主権についてのみ交渉すると述べた。2018年2月、ジブラルタルの企業訓練、雇用、安全衛生大臣、ジョーボサノは EU の態度に不満を表明した。 スペインが拒否権を与えられていることに言及し、私を欧州連合の支持者からブレクジッタに変えるのに十分だと付け加えた。2018年4月、スペイン外相、アルフォンソ・ダスティスは離脱協定を妨げないよう、スペインは10月までにイギリスとジブラルタルをめぐって二国間協定を締結することを望んでいると発表した。ロンドンとマドリッド間の協議は順調に進んだ。 ジブラルタルを領土回復するというスペインの長期目標を繰り返しながらスペインは EU 交渉の人質としてジブラルタルを利用しないと述べた。アルフォンソ・ダスティスの前職を務めたホセマヌエル・ガルシア・マルガー・リョは任期後半、ダスティスにスペイン領土の主張を強める機会を無駄にしないようにと忠告した。2018年、マリアーノ・ラホイ首相の内閣不信任の後、 スペインの外相には、ジョセップ・ボレルが就任した。外交的立場は、同じ交渉チーム、同じアプローチで、以前と変わらないことを保証した。おやり立つ派の活動家や、政治家は、キャンズック諸国、オーストラリア、ニュージーランド、イギリスとの貿易や、移住協定交渉について、これらの代替案を、ポスト帝国主義のノスタルジーだとして批判している。経済学者は、 実質的な距離が貿易を減少させることを指摘している。たとえ英国が欧州単一市場と同じような取引条件をキャンズック諸国と結んだとしてもとしても、それが英国にとってはるかに価値がないことを意味している。ブレグジットに対するアーティストや作家の反応のほとんどが否定的なものであり、イギリスのクリエイティブ産業に携わる人々の圧倒的な割合が、 欧州連合を離脱することに反対票を投じたことを反映した。離脱に対するアーティストの反応には、英国南部ドーバーのフェリー構近くにグラフティ、アーティスト、バンクシーによって描かれた壁画が挙げられる。そこには、欧州連合の旗から星の一つを削り落とす作業員の姿が描かれていた。ブレグジットによる社会的分断を作品にしたアーティストのグーレ、ソン、ペリー、 2017年、ロンドンのギャラリーでの展覧会において、アーティストのグレイソン・ペリーは、離脱キャンペーンとその余波の中で、イギリスの分断を扱う一連の陶芸、タペストリー、その他の芸術作品を展示した。ペリーは3メートル離れて、台座の上に立つ花瓶を、ブレグジット花瓶と呼んだ。これらはペリーが、英国ブレグジットツアーと名付けたものから派生している。 ダフニ・デュモーリエの1972年の小説、怒りの丘では、イギリスは EEG からの撤退後に、破産の危機に瀕している様子が描かれている。アリス・スミスの2016年の小説、秋は、ファイナンシャル・タイムズに、最初の深刻なブレグジット小説として記載されている。離脱後のイギリスに関する小説の一つに、マイケル・パラスコスによる、ラビットマンが挙げられる。 この物語は、ウサギでもある、ウファポピュリスト、米国大統領の選挙につながる出来事と、欧州連合を去るというイギリスの投票が、ファウスト的な悪魔との契約の結果だったというくらい、コミックファンタジーである。物語では、その結果として社会が崩壊し、人々が欧州連合の食料援助に依存する、離脱後のイギリスが設定されている。マーク・ビリンガムの、ラブ・ライク・ブラッドは、 ブレグジットが外国人権王の憎悪犯罪の増加を生む犯罪スリラーとなっている。小説ザリメインズ・オブ・ザ・ウェイでデイビッド・ボイルはブレグジットは16世紀のトーマス・クロムウェルによってヘンリー・パスへの治世中に設立されそのまま忘れ去られた政府クアンゴが企てる陰謀でありそして現在プロテスタントたちが主導するブレグジットに捧げられているとする物語を語った。 ポストブレグジットはアマンダ・クレーグのザライ・オブ・ザ・ラントの舞台である。これは離脱から10年の後、貧しい中産階級の夫婦が親 EU の首都だったロンドン北部イズリントンから親ブレグジットの中心でボン州の田園地帯に移動することを余儀なくされる風刺の効いた物語となった。ナチスのシンボルだったスワスティコスによって EU を風刺するグラフティメッセージ。 2016年、テレビディレクターのマーティン・ダーキンは、ブレグジットというタイトルの81分の長編ドキュメンタリー映画を監督した。この映画は EU 離脱を主張している。制作会社ワグ TV によって制作され、予算は30万ポンド、制作費はヘッジファンドからの5万ポンドの寄付とともに、クラウドファンディングによって調達された。2016年5月、映画は、 レスタースクエアで公開され、ナイジェル・ファラージや、デイビッド・デイビスなどの離脱派著名人が出席した。2018年、ポストカーズ・フロムザ・ザ・48%と呼ばれるドキュメンタリー映画がリリースされ、映画のウェブサイト上には、この映画は残留に投票した48%によって、制作、主演されたドキュメンタリー映画です。他の27カ国の EU 加盟国に対して、 それが、地滑りによる勝利とはほど遠いこと、そしてどうして、私たちが EU の一員であり続けるために戦っているのかを表現していますと書かれた。映画レビュー誌、シャドウズ・オン・ザ・ウォールのレビューは映画を国民投票をテーマとしており、その分かれた投票が英国社会をバラバラにした問題への探求であると表した。ブレグジットという激震混迷するイギリス政治、 スティーブンで及び利休正幸教著ミネルバ処房、2021年2月20日初判断一冊発行 ISBN 978から4から623090631ありがとうございます